玉露の茶葉玉露とは日本茶の一種。製造法上の分類としては煎茶の一種であるが栽培方法に特徴がある。一般的に茶において旨味の原因となるテアニンは根で生成され幹を経由して葉に蓄えられる。テアニンに日光が当たると渋みの原因となるカテキンに変化する。すなわち玉露の原料となる茶葉は 収穫の前日光を遮る被覆を施される。これによりテアニンなどのアミノ酸が増加し、逆にカテキン類が減少する。また、被覆により特徴的な香りが生ずる。このような栽培方法は、引き茶と同様であるが、すでに、安土桃山時代に行われていたとの記録がある。玉露の名前は、製茶業者山本さんの商品名に由来、天保6年に、 山本山の六代、山本貨幣が宇治号小倉の木の下家に置いて茶葉を炉のように丸く炙り、これが玉露の原型となった。現在は棒状に炙っているが、これは明治初期に製茶業者の辻里衛門によって完成された。玉露は日本の煎茶として高級のものと考えて良いが、品評会等では一般的な煎茶とは別のものとして扱われる。 引用に際して、玉露の地味と高気の特徴を生かすには、摂氏60度程度の低温の湯で浸出することが重要である。玉露はその甘みが特徴であり、高温の湯で入れると、組み成分まで抽出してしまう。煎茶道ではこれらの性質を踏まえ、玉露の手前に置いて、最初に湯ざましに注ぐなどして冷ました、低温の湯を用いて、甘みを出し、その後に高温の湯を用いて、 苦味を味わう、二千出しを行う流派が多い。二千目に中間程度の湯で渋みを出す手順を加えた、三千出しの手前を持つ流派も存在するが、一回の手前に必要な時間が伸びる、茶葉によっては二千目までに成分がほぼ浸出しきってしまう等の問題があるため、大規模な茶会では二千出しが主流となっている。用いる休須は、 小ぶりなごてや包病が用いられることが多く、茶碗も煎茶用に比して小さい。茶器の品種についても、煎茶をはじめとする日本茶ではヤブキタを使用するものが多いが、玉露には、朝日、山海、奥緑、冴え緑など、個性の強い品種が使われることが多い。玉露の呼び名自体に特に規定があるわけではなく、特に茶飲料の玉露入りに配合されている茶葉は、棚を作らず、 化学繊維で茶の木に直接カバーをかけ、かつ、被覆日数の浅いかぶせ茶に近いものである場合も多い。そのため、最大の玉露産地である、福岡県八女地域では特に、以下の条件を満たす茶葉について、伝統本玉露と呼んで区別している。全国茶品評会に出品されている、高品質の玉露は、すべて伝統本玉露である。よく、似た、商品名として、 佐賀県、長崎県、鹿児島県等で作られる玉緑茶というものがあるが、これは製造工程に生もみが存在しない茶葉が丸みを帯び、入れた煎茶の味に渋みが少ない茶葉のことであり、玉露とは関係ない。玉露荒茶から玉露を作る過程で取り除かれる部位を集めた茶がある。ガンガオと白織は茎や端っこの部分を集めた茎茶の一種である。 歯に比べて光合成反応が少ない部位のため、テアニン濃度が高いと考えられ、こう、味の成分も玉露に劣らず含まれる。玉露め茶は、芽や葉の先端がちぎれて丸まった断片などを集めた、ものである。玉露とは色、味の濃さや、抽出時間などに、違いが出るが、これも茶葉そのものの品質や味が劣るものではない。いずれも副産物のため一級品ではないとされ。 また認知度も低いことから玉露に比べ安価である。2008年、三重県の玉露の生産量が前年に比べ40倍以上になった。から適彩とするのに対し、三重県は直接シートかけて20日程度社交した茶葉の、うち品質の高いものも玉露と認定し、従来被せ茶に当たっていた茶が玉露とされたことによる。これに対し福岡県、京都府、 静岡県の生産団体が消費者の混乱を招きかねず、従来基準通り玉露と直接がけのかぶせ茶と区別するべきと反対した。玉露とかぶせ茶の販売価格差は大きく玉露は 100g1500 から3000円で販売され、かぶせ茶の3倍ほどという。農水省の2009以降の統計では、玉露、かぶ茶、天茶を一括で多い茶とし、多い茶については、 近年増加している20日前後の直接被覆による栽培方法の扱いが明確化するまでの間、暫定的に玉露、かぶせ茶及び天茶を一括して多い茶として表彰するとしている。ありがとうございます。